ています。うまく持っていきましたがセカンド回り込んだ一塁、さあ競争になったがセーフになりました。記録は内野安打、リクエストはなさそうです。まあ、完全に詰まらせた当たりだったんですがね。はい、これも左足をほぼ引くような感じで縦にバットを振って当てました。そうですよね、はい、最後糸原の送球が指かかったなかったような感じに見えましたよね。なるほど、ちょっと弱かったですかね。はい、このペースっていうのは取ってから変えづらいですよね。はい、左方向の打球です。ずっとラインより切れていきます。こういう打球も一つ今日は、お、取りましたか。取りましたね、レフト西川、素晴らしいプレーが出ました。まあ、風にも、まあ、追い風の形になりますが切れていくんですけど、あの大山がおとといのゲームでねうまく取りましたけどね、はい、これはファウルアンドまで出ての中で、あ、上に上がってますね。ね、はい、飛び乗った形で差し出してよく取りましたね。距離が分かってるっていうのがすごいですね。フェンスの高さ等々ですよね。本当そうですね、はい、まさにアクロバティックなプレーを見せました。